前回の話は、下の説明欄にパート1のリンクを貼っていますので、そちらからご覧ください。それでは、今回の動画をスタートします。冒険者の知識、おお、読めなかった。北東って言ったよね。え、なんかあれモンスターおるやん。村の外に行くときは準備を万全にすること。え、大丈夫なんかな。北東やけん。え、なんかモンスターにゃーいやー、おー、戦闘に入った。大丈夫かな。まあでもね、最初やし、スライム的な、ね、今までのドラクエでもあった最初のスライム的なぐらいのね、モーモンとヒーローズの方でも出てきたけど、私あれって、闇に染められてあんな感じになったんかと思ったら、もともとからこういう汚れた感じの模様なんやね。初めての戦闘。いやーびっくり。あっこにも、ま、モンスターがおるけん気づかれんようにした。あっちにもおるよね。ちょっと待ってね。今さ戦ってさ死んでる場合じゃないんだって。あー気づかれた、気づかれたって。もうまたか、またもうもんや。どうせなら動画的にあれやな、別のスライムとかと戦いたかった。呪文もないし。デイ。おお。離れても全然当たるんやね、攻撃。なんかこういう自由に動かせるゲームやから、もっとこうね。離れたら攻撃当たらんのじゃない、当たるんやね。おお、やっつけた。体力がなんかいろいろいるから、もう怖い。もうだけに、もう体力がないんだって。もうね、離れたら攻撃当たるなよ。もう嫌だ。なんでそんなとこから攻撃当たるの、頭おかしいでしょ。だってね、そんなとこから普通当たるわけないじゃん、攻撃。いやー、ダメ。ほらよし。お、なんか魔法の小瓶。おー、レベルアップしたし、やったね。ちょっとだけテンション上がったよ。ちょっとだけね。石杖の森。お、もうすぐ着く。これは何？これ。お、薬草。もうすぐ着くかな。石杖の森におるんよね、あゆな。あれ何、モンスターじゃん。ちょっとやめてよ、来ないでよ。逃げる。逃げてやる。あー、よかった。もうこれ以上いいよ。お、あゆなじゃないわ、あゆな自分だし。ななみ、これとこれも入れて、蓋も閉めて。なんだ、タイムカプセル？よーし、今度こそすっごいのができちゃうよ、きっと。錬金術か。練習しよる？何それ。ご機嫌な帽子ができた。ななみはご機嫌な帽子を手に入れた。やったー、なんかすっごいのができたよ。すっごいんかな？よくわからんけど。あれ？お姉ちゃん？いいところに来たね。これお姉ちゃんでプレゼントなの。きっと似合うと思うな。妹かわいいな。いらんけど。で、お姉ちゃんはこんなところまで来て、何の用事？あなたを探してるんだよ。え、アバ様が私を呼んでる？ふふふふふふ。
それってついにアバ様が私の錬金術を頼りにする日が来たってこと？さあお姉ちゃん、アバ様のところへ連れてって。私が作った帽子のこと忘れないでね。お、ナナミが仲間に。仲間にって言ってもね、でも村まで結構遠いよね、これ。ここからナナミ話せないのか。こっちから来たの？こっちじゃないね。こっちだね。お、なんかいっぱい光寄る。いっぱいなんか落ちてる？マダラクモイト。マダラクモイト。マダラクモイトばっかりだね。後ろからちゃんとついてきてるよね。来てるね。離れすぎだよ。いやー、ナナミだけ捕まったりとかしないよね。でも振り向くの怖いから、怖いから。あ、ここなんか光ってるよ。薬草。もう帰るよ、まっすぐ帰るよ。いやー、こっち道に沿って行ったらモンスターがいる。モンスターがいっぱいいる。スライムにすらぶつかりたくない今。だって武器も何も持ってないんやもん。あー、気づかれたよ。何かに気づかれた音がしたよ。いやー、またモーモン。マジかよ、マジかよ。でもなんかナナミの方がレベルが高いのはなに、どうしたの？すごくショックなんだけど。私どうして妹の方がレベルが高いの？いやー、もうナナミがモーモン倒してくれたよ。でこれはこっちかな。こっちで合ってる？どっちから来たのか分かんなくなったんだけど、ふわふわしている。何ふわふわしているって。妹大健闘だな。ぐいぐい行くし。うわ、また倒したよ。どうしたの？ななみちゃん強いよ。てかほんまどっち向き？こっちか。あ、こっちだね。やばい、また引き返すとこだった。あ、あこか。あこが村だな。村の入り口にもいるじゃんよ、もうもう。やだってば、やだってば、来ないでよ。お、振り切れた。やったね、よかった。ストーリーを進めるヒントが欲しいときは、あれだね、ピンクの。ピンクの名前の人に。よし、これで、これであとはアバ様のところに行けばいいわけですね。なんやろ、冒険に出てくれってこと？ドラクエでありがちな。まあよくあるのは王様からのやけど、アバ様とかいうなんか村長かなんか知らんけど、そういうおばあちゃんから言い渡されるんかな。アバ様、ナナミ来たよ。ナナミちゃん連れてきて。お、アユノさん、私が起こしますよ。寝起きのおばあ様は機嫌が悪いので。失礼します、おばあ様。アユノさんがナナミさんを連れていらっしゃいましたよ。と、え？すげえな、おばあちゃん。超元気じゃん。お、おばあ様？しかも機嫌いいな。お元気そうですね。うむ、快眠じゃ。おかげで寝覚めも良かった。なかなかいい枕じゃったぞい。おお、ツンデレか？あ、ありがとうございます。よし、みんな揃ったな。
では真意、村の者たちを集めよ。これより神様のお告げをみんなに伝える。はい。あ、お告げを伝えてくれる。あ、お告げのせいでもしかして冒険に出されるか。エテーネの民たちよ、心して聞くがよい。わしは神様からのお告げを賜る巫女として託されたお告げをありのままに伝える。まもなくこのエテーネの村は大いなる厄災に見舞われ滅びる。違う、最悪だ。エテーネの民は一人残らず死に絶えるじゃろう。マジかよ。そんな。何なんですかそのお告げは。神様は私たちを見捨てるのですか。静まれい。お告げにはまだ続きがある。エテーネの民は死に絶えるだろう。だが、光明が残されていないわけではない。北の清き水の洞窟に咲く伝説の霊草、天使の花があれば、滅びの運命から逃れられるということじゃ。お、よかった。でも天使の花なんて聞いたことないわ。さよう、天使の花は、我らが一度も足を踏み入れたことのない、秘境に咲く。ゆえに、誰が取りに行くかはわしが決める。天使の花を取りに行くのは、わしの孫の真意と、あゆな、そして、ななみ、この三名じゃ。大いなる最悪はそこまで迫っておる。だが、わしも力を尽くす。このわしが、亀様と共に、エテーネの村を守りきってみせるわ。おお、さすがアパ様だ。よかった、安心していいんだね。あそこ。モンスターが入ってきとる。魔物が村に入ってきた。なんじゃと？皆さん下がって。おシーンさんは強いんか。おお、まさかのすごいな。ふう。なぜ魔物が入ってきた。魔物たちの目から村を隠すわしの結界はどうした。お、急に元気がなくなってしまわれた。俺たちどうなっちまうんだ。アバ様は大丈夫だって言ってたけど、お告げ通り滅びてしまうんじゃ。そうだよ、アバ様の結界が破られるなんて。皆さん落ち着いてください。すぐに私たちが天使の花を取ってきます。さあ急ぎましょう。清き水の洞窟は育みの大地よりも遥か遠い北にあります。私の家で祈りを捧げてすぐに出発しましょう。お、シーンさんが仲間に。とりあえずセーブをしなければいけないのかな。シスターアイオリ、神に導かれし迷える子羊よ、ようこそ我が教会へ。ご用は何でしょう。お祈りを。では神の前にこれまでの行いを告白なさい。そして冒険の書に記録してよろしいですか。はい、冒険の書に記録しています。電源をオフにしないでください。ここは読まなくていいか。はい、確かに記録いたしました。まだ冒険を続けるおつもりですよ。はい、神はいつでもあなたを見守っていてくださいます。またおいでくださいね。今から洞窟に行くんやっけ。よし、あ、違う、部屋に入ってった。こっちだね。あ、みんな後ろをゾロゾロついてくる感じで。てかこれって武器とか揃えなくて大丈夫な。私揃えんかったらさ、またなんか大変なことになるんじゃない。あ、みんな多分話変わっとるよね。あゆなさん、これを持って行って必ず無事に帰ってきてね。うん、ありがとう。もしもの場合に備えてアバ様の家でお祈りしていくのを忘れないようにね。話しかけずに行くところだったよ。亀様の様子がいつもと違うんだ。なんて言ったらいいのかな。力を貯めてるみたいな感じ。力を貯めてる。村を守るためにか。
話す言葉が変わっとると思うよね。わしはいいんじゃ、もう十分長く生きたから。滅びるのが運命でも受け入れられる。だがあんたたちはまだ若い。決して諦めたりせず、自分たちの未来をつかみ取るんじゃよ。さあこれを持っておゆき。もうみんないろんなものくれる。魔法の小瓶、無理だけはせんようにな。この人さっきの鍛冶屋さん。おう、おめえらが来るのを待ってたぜ。村の未来を左右するとんでもねえ事態だ。俺のとっておきをくれてやら。力の指輪、おお、いろんなものを。行ってこい、必ず天使の花を取ってきてアバ様に届けるんだぜ。これは装備しなければならないんじゃない。装備、あ、一応剣とか持っとんや。左手装備してるんだよ、いろんなもの。力の指輪、てかここでいろんなものを選べれるわけだ。星屑のピアス、ご機嫌な帽子、いい感じいい感じ。うわ、なんか乗った。バカっぽいんだけど、バカっぽいんだけど、どうしよう、これでいいのかな。やばいな、ナナミ、もうちょっとマシなデザイン考えてよ。パパ様、かわいそうだっぺ。魔物が入ってきたとものすごいショックだったに違いねえだ。パパ様の孫であるシーン様とカメ様の申し子アユナはわかるが、なんでナナミが選ばれたんだ。いつも迷惑かけてるから、こういう時ぐらい役に立てってことかな。わからんけどなぜナナミの方がレベルが上なのかが私は気になるんだけど、そこのところどうなんだ。これは井戸じゃないの、触れないのか。私はいつかこういう日が来るんじゃないかと思っていたよ。アバ様ももうお年だからね。だから結界が弱まっていると。入ってきたのが弱い魔物でよかった。あれがもっと恐ろしい魔物だったら、ふう、足の震えが止まらんわい。僕らのために頑張ってくれるんでしょ。今まで貯めてきた僕の貯金、アユナさんに全部あげるよ。貯金21ゴールド、ありがとう。僕また頑張って貯金するから、そのお金をアユナさんが使って。すごくすごくビビたるものだけど、ありがとう。いい子だな、一生懸命頑張って21ゴールドか。いい子だな。ただで商品はやれんが、頑張ってくれ。お前たちを信じて待ってるからな。何もくれないのか。みんないろんなものをくれてるのに、店の人はくれないのか。あとはあの鍛冶屋さん、鍛冶屋さんあっちにいたよね、アバ様の家の近くに。誰かおるんかな。村が滅びたらどうしよう。俺、ナジさんに告白もしてないのに。これじゃあ死んでも死にきれないよ。絶対天使の花を取ってきてくれな。あ、なるほどね。テジさんって女の子いたね。結婚するって告白もしてないんかよ。付き合ってもないのに結婚はできんぜ。消しちゃうのも、あれさえ飲んでいればわしの体は快適じゃから。ブツブツ、
体が丈夫でもね。ああ亀様、アバ様にお力をお授けください。私たちをお守りください。雨が降ろうが槍が降ろうが私は手を止めないよ。私たちは絶対に生き延びられる。だからみんなのために明日の食事の準備をするんだ。みんなのためってなんだ。村のみんなの食べ物をこの人が作るよ。ここってさっき入ったっけ。あ、同じとこか。あ、同じとこだね。なんか急にさ、音楽なくなった気がしたんだけど、気のせい？なくなった気がしたっていうか、なくなってるよね。なんか怖いんだけど、音楽鳴ってよ。もうあとは村を出るだけか。お、ピンクピンク。魔物が村に入ってくるような事態だ。もしかしたら外にいる魔物たちも凶暴化しているかもしれない。この村を俺が全力で守る。お前たちは遥か北の清き水の洞窟から必ず天使の花を持ち帰ってくれ。頑張ろう。頑張ります。長くなったので、今回はここまでで一旦終了させていただきます。次回、無事に天使の花を持って帰れるのか、さらにひどくなるグダグダについてきてくれる人はいるのか、どうぞ見捨てず見てやってください。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットの方は画面のどこかにある登録ボタンから登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。